こんばんは。こんばんは。こんばんは。お風呂上がりにアイロンすると普通です。でも私はもう夜のうちにやっときたいんで一旦。あの姉さんバラジョークスノーさん桜餅和俊先生さんだるま土踏まつさん桜てちこさん桜餅となんかクラッパイみたいなやつ。おめらさんパラみちずらさん桜ありがとうございます。こんばんは。やっほー。今日はちょっとどうしようかな。30分で終わるか否か。
ていう感じなんですけど、そういう感じなんですけど、どうしようかなという感じなんですが、ごきげんよう皆様。卒業式、どの卒業式のミスターのメッセージ噛みつけ、本当に良かったそれは。でもなんか私も実は袖からねちょっとだけみんなのやつ見てたんですけど、すごいなんかフフフって声がたくさん聞こえてきてすごい嬉しかったです。自分でも何言ってるか分かんなかったですけど、まああれあれでいいかなみたいな。そう、なんなの卒業式らしくてよかったと思います。しゅんごさん、さくらもち、ゆうやさん、桜の花びらありがとうございます。何してます、何してますだろう。誕生日当日は忙しいね。誕生日当日はね、なんとね、なんだっけ、いつものようにしんごさん、桜、桜パイ、なんかよくわかんない、こもう一個のなんだろうねこのもう一個のよくわかんないんだよね私。これなんだろう、桜餅はわかるのよね。当日はどうだろうね、わかんないね、ちょっと。関東関西の桜餅、あー違うの、どっちが関東でどっちが、確かにでも桜餅だもんね、どっちも小説にするんです。そう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 、あと1年ぐらいかかりそう。どちらに馴染みが、でも私はあのそのもう包んである方かなって思う。私は包んである方ですね、大体給食に出てくるのもそれです。夜中にお腹空いたから食べてはいけないときどうするのが正解ですか。スープを飲みましょう。スープって割とね満たされるんでね。甘い系だったらココアとか甘いドリンクで、ちょっとなんか塩辛い系が欲しいなと思ったらね、スープ系おすすめです。給食に桜餅出てくるのか、出てこない逆に、うん、出てくる出てくるんだけど、葉っぱはね残します。私あれはあの葉っぱはだけちょっと苦手なんだよね。そう、あんこもさちっちゃい頃苦手だったからさ、そう友達に半分ぐらいに半分分けて友達にあげてたりしました。給食に出てこなかった、あ、マジ？給食に出てたんですよ。その桜餅が包んである方だった。
だから包んである方はあれかな、西かな、わかんないけど。そうなんですよ。もう20歳なんですよ、私。ひまたぎショールームは多分できないかな。わかんないけど。いや、抹茶好きになったのもね、ほんと近年。ここ2年ぐらいで抹茶が好きになって、ほんとに。そう。って感じなんですよ。早いね。もう4年経ちましたね。もう5年、5年か。もう次の糸の日で5年だね。まだノノの卒業が立ち直りません。もう立ち直りましょう。ノエさん、桜餅。ワクさん、ハート、ありがとうございます。いや、なんか私でも20歳になってもあんま変わんない気がするな。その年齢は変わるけど、心の中マジで中学生で止まってるんですよ、私普通に。あ、高校生ぐらいかな。高校生ぐらいで多分止まってるのよね。それか、もう発達しすぎているか、否か。まあさ、そうかもしれない。マジで自分人生5周目ぐらいだと思ってる、本当に。なんか20歳っていう特別な感情はない。というかもう20歳もすぐ過ぎるんだろうなと思ってます。そう、今年もなんやかんや忙しいので。だってさ、ジョン・マイ・ラブ終わったー、ジョン・マイ・ラブ終わったぜってなったらもう夏でしょ。でなんやかんやしてたらもう夏終わるでしょ。え、夏終わったじゃんってなったら秋が来て、で、あ、秋だと思ったらすぐ冬が来てってなるのよ。そう、早いものですよ。今年高校生なんで一緒に高校生になりましょう。高校生いいね。高校生としてワイワイはしゃぎたかったな、高校生で。うんうん、すごい。8ではしゃぎましたけど、その分お酒飲みたいとか思うの、20歳になったら。いずれは挑戦してみたいなと思うけど、まだ心の余裕がある時に飲みたい。もう1週間お休みの日の真ん中とか。なかなかないですけど。
ほんとすぐ冬ですよ。唇はこれ知ってる？無印の唇美容液リップエッセンス、これをね買ったんです。もうあの唇がね荒れちゃうので、私そう普通に唇じゃなくてもこの辺もね荒れてるんですよ。超カサカサしてて、もうね花粉でやられちゃうんですよね私。花粉とかでよく、この時期は特に。そう、だから普通のリップじゃ間に合わなくて、てか普通のリップももうなくなるよって感じだったんで。いやね、本当はね、親と一緒に、なんかルンバとかがさ、すごい、自分の生まれた日のワインをプレゼントしてもらって、親から。で、それを、親と一緒に飲んだみたいなことを聞いて、そうそうそう、最初のね、最初の一杯をそれにしたよって言ってて、ああ、なんて素敵な家族なんだ、って思いながら聞いてましたけど。そう、でもね、もういろいろやることがいっぱいありすぎて、あ、まだ飲んでないって言ったっけな、わかんない、まだ飲んでないって言ってたかもしれない、もらったワイン、わかんない、飲んだかな、なんかでもそのもらったエピソードは聞いて、そう、素敵だよね。立山県警さん、ハートありがとうございます。ね、素敵。18歳から選挙権はあるので、もう選挙権はね、18歳からあるよ。18歳から選挙権っていうの知らない？選挙権はあるんですよ。まだないか。もうちょいしたらあるのかな？ギャンブルできる。やば。私、そんな強くないからさ。自分がジャバミユメコだったらやりますよ、もちろん。ジャバミユメコだったらやりますけど、そんなジャバミユメコじゃないんで。賭けはやりたくない。絶対に勝ち確の賭けしかやらない。お酒はね、ママは全然飲まない。パパはめっちゃ飲みますね。でもパパはというか、九州のお父さん方はすごい飲むから、ママも飲む。うちのママは飲まないけど。友達、その仲良し家族さん方、よく出てくる仲良し家族さん方のママとかはめっちゃ飲みますね。ママも飲むし、パパも飲むし。今日もなんかいた気がする。
妹がなんか写真送ってきた気がする。あんまりよく見てないけど。そう、九州の人割とお酒強いですからね。わかんないわかんない。アイドルって人生はある意味ギャンブルですよ。確かに。まあなんとかなるかなみたいな。ね、やりたいことを やんないと後悔するじゃん。佐賀の人はみんな酒が強い。まあでも酒どころみたいなのありますからね、九州は結構。ね、九州の人アルコール高いのに焼酎ロックでガンガン飲むイメージ。はあ、超プルプルじゃん。そう、九州のお酒は美味しいらしいですので、九州のお酒、あ、佐賀のお酒、どんなのがあるか全然知らないんだけど。ちょっと調べてみてください。マジでわかんない。でも、鹿児島のね、鹿児島のお酒は有名でんですか。そうなのよ。そう、でも私コーヒー飲めないからな。ね、大人の味ちょっと苦手なんですよ私。最近あんこを食べられるようになったけど、ま、粒あんはちょっと苦手。今は今もこしあんはなんか食べれるようになりましたけど、でもさ、ももちゃんがなんかお酒のやつやってますよね。それでなんか佐賀県のお酒を紹介みたいな感じでこの前やってていいねしたんですけど、何に載ってたか覚えてない。お赤飯の豆、え、そう、お赤飯とかも食べるっちゃ食べれるんだけど、 CM なんか CM じゃなくてね、普通にツイートとかで、ツイート確かツイッターのツイートかなんかで、あ、そう、何が好きかな、あ、何が苦手かな、パクチーも私苦手なんです。苦手だった。この前さ、初めてパクチー食べたら苦手だったかもしれない。わさびは、うん、無理。からしもちょっと苦手。あ、そう、私グリーンピースもちょっと苦手。そう、豆類がちょっと苦手で、豆類が本当に、あの、なんか苦手です。食べれるっちゃ食べれるんだけど、固形の豆類とかは食べれるんですけど、なんか
煮詰めてあるやつとかちょっと苦手かもしれない。けど全然あのなんて言うんだろう、他のものと一緒に食べるのは全然食べれる。そう、グリーンピース単体ですとか、そう、豆単体ですとかちょっと苦手かな。ミックスベジタブルもダメ。あー、あのさあ、あれ冷凍とかのやつ、冷凍とかのやつみたいな。あーちょっとあれはね、ね、やっぱ生が美味しいよね。そう、生が美味しいよね。そう、あの冷凍されてる人参がちょっと苦手なんですよ、私。普通にあの、なんて言うんだろうね、やっぱあの美味しさを凝縮させて冷凍させようっていう感じだと思われるんですけど、大豆製品って何がある？枝豆もそんなに、なんかまあ食べようと思えば食べれるけど、冷凍の、え、あのね、解凍したやつがちょっと苦手だった。豆系でもね、あ、でもきな粉とかはその、そういう加工食品系はいけんのよ。豆サラダ、そう、サラダも他の野菜と一緒に食べれるなら大丈夫なのよ。そういうこと。普通に豆せんべいとかめっちゃ好きなんですよ。そう、豆せんべいとかめっちゃ好きなんだけど、給食の時には避けてたグリーンピースだね。一緒に食べるのはいいの、なんか本当に、なんか なんて言うんだろう、そら豆単品とかそう、豆単品みたいなやつは、おお、マジかマジかってなりますね。けど食べれるんですけどね、結局。そう、食べれるっちゃ食べれないものはあんまりないんですけれど、枝豆もね、ちっちゃい頃食べてましたけどね。なんか、醤油味噌、そう、好きです、好きです。枝豆より大豆が好き。っていう感じ。でも枝豆ちっちゃい頃めっちゃ食べてたんですけどね。柿の種好き。あ、好きです。セロリはあんまり食べたことないんですよね。うん。あんまり食べたことない。なんかあのあれですよ、普通に単品じゃなければ本当にミネストローネに入ってるあのビーンズ系だったり、サラダに入ってるビーンズ系だったり、そういうのはね全然ねありてか普通に美味しいんだけど、美味しいのだけど。ニューヤマヒロさん、桜餅ありがとうございます。しゃっくりが。豆ってナッツも、ナッツって木の実じゃないの？あ、まあ豆のものもあるか。ナッツは最近食べれるようになってきた。ハーフくんさん、桜餅、フロットさん、桜餅ありがとうございます。ひよこ豆ね、わかる、わかる。幼い頃好きだったけど今はあんまりっていう食べ物ある。それこそ枝豆、あとなんだろう、
わかんないわかんない、うん、わかんないな。あ、お菓子、いや、お菓子ちっちゃい子から食べたこあんま食べてなかったけど、なんだろうね、うん、でも甘いお菓子は食べないようになるんだかもしれない。食べ過ぎて苦手になるの、そう、それはもう自分で頻度をね、やってもらっていいですかね。逆に食べ出したら止まらないくらい好きなもの、おせんべいあと本当に私、白ご飯というかおかずありきの白ご飯は無限ではないですけど、さすが人間なんですごい食べれちゃうですよね。いっちゃんさん、桜の花びらありがとうございます。止まらないものはでもなんだろうね、わかんない、止まらないものはないかもしれない、大体止まる。二十歳から年金払うことになるのね、これが一番でかい。あ、そうなの？でもうちらの時にはもらえないって話がもう中学生ぐらいから聞いてるんだけど、うちらの時はもらえないらしいよっていうね、だからみんな貯金しときなみたいな話をよく聞く。でもこの世代の子たちは聞いたことあるんじゃないかでしょうか。やってきなよね、だからもう貯金していかないとって思ってるんだが、ちょっと使わなければいけないものがいっぱいあって、出費がって感じで、出費がって感じだよね。けど使わなければ自分にかけたお金は返ってくるよっていう自分に必要なねものをにちゃんとお金を使っていったらその分返ってくるよって思ってます。なんとなく帰ってくる気がするし、占い師さんにめっちゃ言われる、いろんな人に、一人二人目ぐらいはちょっと信じてなかったけど、すごいいろんな人から言われる、マジで。あなたはお金にね、お金あなくなっちゃうなとか思うかもしれないけれど、あなたはちゃんとしたものに使っていけばそれなりにその分返ってくるから大丈夫よって。え、そう、私いっぱいというかいっぱいではないけど占いをねよくしに行くんですよ、仕事のことだったりいろいろ。
占って何ことないですが、ためになりそうですかね。なんだろう。頑張って稼ぐ。そう、その分、今は大丈夫だよって。まあなんとかなるかな。なんとかなるよね。私あれだよね、本当に自分の そうなのか、意外と乙女。いや、私ね、本当に優柔不断で、優柔不断というか普通に普通に相談をして、あれですよ、ちゃんとしたところに行くようにしてるので、まあでも高くないとこ。そう、なんかちょっとアドバイスをちょっともらいに行くって感じ。まあめっちゃ言ってるわけではないんですけどね、本当にもう 4ヶ月に早くて4ヶ月に1回とかなんだけど、結局真面目に生きてる方がいいってことは本当によく分かった。まあね、普通が一番のとこあるよね。普通が一番、普通って幸せだよね。普通にガチで普通にね、普通じゃないよ。ガチ。え、そうだよね。思うよ。私も自分でも思うよ。本当に。普通が一番難しい。わかるよ。本当にわかる。でも普通じゃないからこそ個性ってありますしね、個性があるからこそ普通じゃなかったりするから、みんなどこか、どこで見てもらえるか、どういう時も、あのね、いろいろ調べて、普通じゃないよか、いっちゃおもろい。普通じゃないですか、マジ。ね、普通とはってなるよね。わかる。まずあのあれだよね、なんかシンプルに考えて、
シンプルに考えて AKB48 というアイドルになってる時点で普通ではないよ。アンロケの寝起きドッキリよかったよ。本当ですか？マジ？私もあんな得点出るとは思ってなかったから、すっごいなんか外で長いなーって思いながらずーっと窓見てたんですけど、すごいよかった。そう、その時点で普通ではないのよ。ましてやなんか19歳にしてなんかこんな19歳にしてなんかこんなね、なんかちょっとひねくれた思考を持ってるのは普通ではないよね。やばい。焼肉ま、いや本当にガチで焼肉食べようと思う、食べてようと思ったか、あの上の焼肉の窓が、焼肉店の窓があったんですよ。そこからこう焼肉食べて見てたらめっちゃおもろいなと思ったんだけど、さすがに無理だったわ。ちょっと外で何してたの？スマホいじってた、ずっと。あとずっとあの窓のとこしゃべったり自撮りしたり、何色が好きですか？私は水色が好き。何時頃に見つけてくれるって分かってたの？自分の部屋に来ていただく前にあのマネージャーさんと下に降りたんですけど、寒くなかったね。もうもっこもこしてたからね。うん、目が乾く。あれ黄色じゃない？あ、好きな色、好きな色は私個人的にはね、あの クリアが好きなんですよ。うん、クリアのクリアな色とか、クリアなブルー、なんか透き通ったブルーとかがめっちゃ一番好きです。正直透き通ったブルーと、まあ言うて薄いブルー、薄い水色とあの薄い淡いピンク、桜みたいなピンクと、あとグレーが好き。濃いめではない、なんか透き通ってれば何でも可愛いよねって思いません？そう、本当にもうガラス製品とかめっちゃ好き。こういうガラス製品とか、ダレルンさん、桜の花びらありがとうございます。そう、いや私さ、すごいさ、この前お靴の話したじゃないですか。クリア素材の黄緑とかさ、
薄紫も可愛いなって思った。けど結局一番は青が素敵だなって思うよね。そう、やっぱクリアなもん惹かれちゃうんですね、私。結構割と可愛いよね、何色が透き通っても可愛いよね。うん、そういうこと。老廃物が溜まっておる。いや、もともとね、空の色が好きだったんですよ。ずっとちっちゃい頃から。空が好きで、普通に。けど、空の色ってさ、表現できなくない？私、いっつもさ、質問の背景とかにさ、しようかなとか思って。したいなとか思ってさ、空の色を探すんですけど、色で表せないよね、あれって。そう、だから空の色が好きっていう感じ。クリアのバッグいいね。クリアバッグ夏に使いたいな。一時期使ってたんですけどね。そう、水色か青じゃないのか。違うのよね。なんか、爽やかな青だけど、水色でもない色。あ、あと私、夕暮れ時の色も好きですね。そう、いいよね。うん。今何時？10、違う、11時50。ね、空の色いいよね。夕暮れもいいよね。私、夕暮れ。いや、私、空の、こう、なんて言うんだろう。空の、なんか、晴れた空見るとさ、ね、心が回復しますよね。そう。本当に人間にすごい影響をもたらしてくれてると思います。わかる。私さ、永遠にさ、空眺められる人なんだけど、すごい暇な日に、ずっと公園にね、すごい広い公園に、なんかベンチみたいなところに座ってて、で、空眺めながらスマホいじってたら、いつの間にか夕焼けになってて、で、夕焼けだなと思ったらもう暗くなってて、やばい、帰んなきゃってなったことはよくありますけど。ちょっと雲があって隙間から光が差してる時が好き。あれね、あれ見れるとすごい運気が上がるというか、運気がいい時だったっけ。あれいいんですよ、あの光景見れたら。空に浮かぶ白い月と青空が好き。わ
かる。夜星見えますよ。お家から見える。お家じゃなくてもどこでも見えるわ多分。でも東京とかもさ、結構高層階とかだと見えるくない？星。桜と青空が好きです。いいね。見えるよ東京。実は私よく見つけてましたよ星。皆さんがあれだね、心を急ぎすぎて空を見る時間がないのではないでしょうか。気づいたら、意外とねよく見たらね星ってあるのよ。でしょ？東京の、東京にいるとなんか人が行き急いでる気がする。東京の人とかわかんないけど。だから星を見る間もないでしょ。だからふと空を見上げてみてほしい。だったり普通にね、展望デッキだったり、普通に高層階に住んでる人のなんか友達のお家だとか知り合いのお家だとか、普通にホテルの上の方の階に泊まったりとかした時に、ふとこうパッて外見てみたら意外とね星があってて、星あるやんって思ってたりするんですよ。流れ星はね見たことあるよ。何回かな、2回ぐらいあるよ確か。もう1回はいつ見たか覚えて、どこで見たか覚えてないんだけど、あ流れ星ってなった時あった。なんか流星群の時かな。ずっと空をね、私星空もすごい好きなのでずっと眺めてたんですけど、その時にファッて流れて、チョロチョロンって流れて、あってなることある。空に夢中で電子バジルぶつかったことある？ない。流れ星いいよね。島ね行きたいな。式根島とか行きたいんですよ私。はじめましてニコちゃん、ニコさん、ニコちゃん。キャンプした時流れ星めっちゃいいじゃん。ちょっと充電するわ。やばい温泉ある。いいってこと？式根島ねすっごい行きたいんですよ私。スカイピースさんの動画を見てもうこれは行きたいって思いながら、近年もう2年ぐらいかれこれ過ごしてる。だから夢見る、せっかくできたから夢見るで、みんなで行きたいなとか。なんか身振りが可愛い身振りが可愛いですね急に。ありがとう。ということ57分かまだ。そうなのよ、行きたいな島、行きたいな普通に。島行きたい。
今日に限ってもっとあれです。マジですか。ありがとうございます。わろたわろたわろた。58分。私はいつも59分になったらランキング読むのでね。あと1分。あー、1万倍日が終わっちゃう。何もしてない。今日から何か始めようと思ったのに。ちょっと始めてから寝ます。今日は知ってましたか？1万倍日、1万なんとか倍日って言って、私がずっと楽しみにしてた一日なんですけど、何もできなかった。ショック。だから、この後何かして寝ようと思います。うん。あのね、なんとかいい日が3倍に重なった、もう、年に3回ぐらいしかない、すごいラッキーな日なんですよ。だから、ちょっと皆さん、まだ、やばい今日何もしないやって方はぜひ、一粒万倍日、なんかそんなやつ、そんなやつ、じゃあランキング見ます。13位しゅんごさん、12位 MT0 さん、11位わくさん、10位おめいろさん、9位ゆきひらさん、8位フロットさん、7位ベルちゃん会長さん、ミスターのは6位カバキチさん、ミスターのは5位ジョックスノーさん、4位土踏まずさん、3位ケンちゃんさん、2位いっちゃんさん、1位のねさん、ミスターが最高でした。ということで、3580人の皆さん、本当にありがとうございました。それでは、バイバーイ。アンニョン。おやすみー。